どうも皆さんこんにちは、プリッツです。ということで今回も僕の夏休み3の4日目やっていきたいと思います。でちなみにね、昨日コメント欄で時間をのんびりにしたらいいんじゃないかっていうコメントをもらったんですけど、のんびりですね今すでにのんびりです。だからあっという間とかだと本当に早いんだろうなと思って、はい。ということでまあ早速やっていきましょう。あ、今日もラジオ体操に行けずに朝が始まりましたね。いただきまーす。いただきまーす。なんかご飯のメニューとかって毎回変わるのかな、そういえば。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うちのツバメのひなたちみんな無事に帰ったみたいで。あ、そうなんだ。にぎやかそうね。見に行こうと。うちのツバメって何？あそこだよね。裏の方にツバメが住んでんだわ。うん、見た見た見た。中もピュンピュン飛んでるさ。でも去年の子はみんな巣から落ちてヘビに食べられちまった。ヘビいるんだ。ツバメのヒナはヘビから守るじゃない、守るに決まってんじゃないか。僕、ヘビなんてへっちゃらだから、ツバメのヒナを一生懸命守ることにするよ。俺の仕事だ。どんどん仕事が増えていくね。僕夏って本当に。牛牛号の世話もしなくちゃいけないのに。よし、ってことで、まずはちょっとツバメの巣を見に行こうかな。ん？とりあえずお引っ越しとこあった。ここだよね、ここの奥だよね。あ、とりあえずまずじゃあ、牛牛号の世話をしとこうかな。その前におじちゃんに喋りかけよう。そうそう、僕くん。そこにベルトコンベアがあるけど、ちょっと壊れてるみたいなんだ。あ、そうなんだ。うん、電源を入れっぱなしにしておくとおかしくなることがあるから、絶対に触っちゃダメだよ。使っちゃった。使っちゃった、一回使っちゃった。大丈夫かな、バレてないかな。あ、緑もいる。偉いな、緑。今日はここでお仕事手伝ってるの？そうよ。親の仕事を手伝うなんて偉いね。見習わなきゃね。うん、うちはお父さんがサラリーマンだから。僕くん、はい、うちの牧場の牛さんたちの名前教えてあげよっか。あ、それ昨日も聞いたんだけど。この子はね、アントワネットって言うの。あ、順番に教えてくれるんだ。アントワネット、この牧場一の美形なんだけど、一番のお年寄りでもあるんだわ。あ、そうなんだ。のこの子は12歳かな。あ、でも12歳僕より少しだけお姉さんなんだ。うん、そうだね。でも牛って何歳ぐらいまで生きるんだろうね。まあ、なんか連続で聞いていってもいいけどさ、まあ、せっかくだから一日一日聞いていくことにしようかな。でまずここで自分で飲まずにミルクバケツに移すと。よし、これをスペシャル牛牛号にあげればいいんだ。そうだ、それで今日の仕事はおしまいだ。お前なかなか可愛いな。でも僕の方が可愛いんだからな。やば。スペシャル牛牛号はかなり一生懸命ミルクを飲んだ。牛と競う僕くん。500cc もっと飲みたい。これまだあげれるのかな、もしかして。ちょっと牛さん、これね、乳搾りができるから、ちょっと絞ってみようかな。絞る。よいしょよいしょ。勢いすごいな。下に伸ばせば出るんだ。まだ出るの？もう良くない？めっちゃ出るじゃん。とりあえずこんなもんかな。ありがとう。どうやら今日の分のミルクは全て出してしまったようだ。めちゃくちゃ出てたもんね。よいしょ。ちょっと牛さんに、ちょっと牛牛号にもう一回あげようかな。はい、ミルクだよ。あ、まだあげれるんだ、やっぱり。牛牛号はかなり一生懸命ミルクを飲んだ。かなり一生懸命飲んだ。1000cc もっと飲みたい。マジで？まだいける？本当に？ちょっとここの真っ白の子、真っ白でもないけど、いけるかな。これさ、強く押したらどうなるんだろう。おー、すごい。力を入れすぎてしまったらしい。この人はとっても痛がりのようだ。ごめんなさいごめんなさい。もう出ない？今ミルクが出、ああ、さよならしちゃ。ああ、ちょっと強く絞っちゃったから。怒っちゃったかな。このおばちゃんさ、ずっとリボンのなんか体触ってんだけど、そういう趣味なの？私、牛の体が好きなのみたいな。あれ？あ、もう喋りかけれない。いや、ミルクがないのかな、もしかして。どうやら笑われてしまったようだ。笑ったのかな、今。なんかバカにされたような。笑い方だったけど。どうやら今日機嫌が悪い。リボンかな、じゃあ。出してくれ。
あ、宇宙事号もなんかちょっと見てる。お母さんに何をしますか。絞る。あれ出ないの？リボン全然出ないね。なんかミルクもう出ないっぽいね。いっかじゃあ、2回もあげたし。よし、じゃあメインのツバメさんのとこに行こう。うわ、ほんとだ。かわいい。なんかさ、ポケモンのエメラルドのさ、なんだっけ、オオスバメみたいな、全く一緒なんだけど。ツバメの巣がある。お腹を空かせたヒナたちが大作業をしている。これヘビから守るって言ってたけどさ、どうやって守ればいいんだろう。なんか対策とかあるのかな。ここら辺だって何も触れないからね。なんか餌を持ってくることとかできないのかな、それも。まあいっか、とりあえずちょっといつもの広場に行こうかな、今日も。あ、まず一句読ませてもらおうかな。まあいっか。小学校は今日も閉まってるのか。よう、みんな。あれ、あ、そっか、緑今日いないから。そっか、お仕事のお手伝いしてるから。そもそもなんでこっちに来たんだ。僕、弟か妹が生まれるんだ。あー、これ昨日話したな。これ昨日と全く一緒だわ。何か聞きたいことあっかい。あ、なんか、え、なになになに、なんもない、なん、あー、あれか、なんか北海道弁の話。なんかね、キックラ戦記っていうのはぎっくり腰のことらしいね。ぎっくり腰、ぎっくりがきっくら戦記みたいな感じだね。いや、いいかな別に。なんもさって、なんもさはなんもさ、全然あれじゃん、教えてくれない。いいよってこと。そういうことね。教えてくれてありがとう。なんもさ、なんもさ。まだ何か聞きたいことあっかい。ないよ。じゃあまた何か聞きたくなったら僕に話しかけてね。ありがとう。みっちちゃん、一人で寂しくないかな。こんにちは。さっき家の方にみどりちゃんがいたよ。知ってるよ。また来たし、はやと。手伝いで昼過ぎからは庭で合唱の練習するってさ。へえ、そうなんだ。行っていいのかな。もうすぐみどりと仲の良かった安田っちが札幌でお嫁さんになるのさ。安田っち、先生がいなくなる前に合唱会で優勝しようって。ああ、それで歌ってたんだね。頑張ってんの。はやとも練習してるの。お、俺はいいのさ。お前ちゃんとやれよ、お前もよ。みちちゃんに嫌われるぞ。あ、オンチ、あー、そうなんだね。こっそり教えてくれる。秘密基地別になんかやることないよね。あ、そっから飛び降りれるんだ。飛び降りるというか飛び込めるんだ。なんか俺毎日泳いでるよね。僕夏でこんな泳ぐことあるんだ。なんかあんまり滅多に泳がないイメージだったけど、普通に泳ぐんだね。ちょっととりあえず登りまして。でもいいね、なんかあんな自分たちの秘密基地から、秘密基地って言っちゃった、秘密基地から川に飛び込めるなんて羨ましいや。あ、開いてる。え、ちょっと待って、開いてた。なんか古臭い車だなこれ。ちょっと入ってみようよ。すごい。そう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 、なんかこのね、ガラスの、なんかガラスで作るなんかよくわかんないやつ。え、いないのかな誰も。女性の体をかたどったオブジェが壁に飾ってある。あれ、おっぱいなのかな。いろんな色の粉がある。綺麗に瓶に入っている。すごいね、なんか田舎の家って。あ、いた。ちょっと待って、びっくりしたんだけど、普通にいたわ。こんにちは。こんにちは。なんだ君か。ねえ、お土産をもらったけど。あー、ここあのお姉さんの家、あれなんだ、仕事場なんだ、まあね、そういうことか。一週間ほど釜の火を落としていろいろ回ってきたんだわ。火を落とす。そう、釜は温度を上げるのに時間がかかっから、普段はつけっぱなしにしとくもんだけど。半年から1年ごとに中のるつぼを交換しなくちゃいけないから、そん時だけ火を消すのさ。なるほどね。ガラス職人の僕君と同じ反応してんだけど、さっきからどこかに行ったりするのは大体そん時なんだわ。ああ、そうなんだ。職人なんだねこの人も。え、なんか欲しいな、
めっちゃなんかめっちゃ光ってんだけど、右下すごい。あ、これ上に続いてんの、もしかして。あ、ここに続いてるんだ。なるほどね、なるほどね。声が裏返っちゃったわ。靴屋さんでもやるのかな。靴がいっぱい並んでる。すごい、ひんやり冷たい感じがする。今は使っていないのかな。今何時だっけ。あ、ちょっと待って、お昼ぐらいにさ合唱の練習中するって言ってたよね。戻ろうかな、ちょっと一回。なんか庭で合唱の練習するみたいに言ってたから。あー、時間間に合わないかも。3時過ぎになっちゃうな。ベルトコンベア使えないんだよね、そういえば。あー、ちょっと一応おじさんも絡んどく。あー、夕方なっちゃった。合唱練習行きたかったな。またまた一句できたべ。セミシグレおしっこしたよ、一瞬の静寂。おしっこするからね、セミって。でも昨日40点だから俺も40点にしとくよ。まあまあだべさ。じゃあ俺もよし作るよ。じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。セミシグレ、あ、これさ全く同じやつにしたらどうなる。あー、使えないんだ。あ、使えるの。あれ、その組み合わせはもうあるべさ。使えないんだ。セミシグレおしっこしたよ、ジンギスカン。意味わかんないな、これ。セミシグレおしっこしたよ、ジンギスカン。友蔵、心の俳句。まあまあだな。まあまあなんだ。40? お、でも50点。昨日より10点上がった。次回、また精進して頑張るようにな。ありがとな。あ、ちょっと待って。聞こえる?これ。緑が歌ってるよね、多分。あ、いたいたいた。ちょっとあそこ行きたいな。お、めっちゃ聞こえる。あ、つけれるんだ。あー、すごい。乗ろう。えい。えい。よいしょ。やば。さっき使うなって言われてたのにさ、目の前で堂々と使っていく僕くんね。もう一回喋りかけたらどうなるんだろう。コンベアを使ってからね。使ってきました。使ってここに登ってきました。うんうん。知らないって。すごい、めっちゃ歌ってる。どこで歌ってんだろう。あ、すごい、ひなたちゃん背負ってる。え、こっちかな。え、ちょっと待って、道が分かんない。待って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 。あ、ちょっとこれ出してあげよう。久しぶりに。なんもないかな。おいしそうだ。歌うまいな、緑。そこに行きたいんだけどね。5時前か。あ、てかこれさ、夕食とか聞けたよね、そういえば。お腹空いた?空いてない。危ない危ない。水道水は湧き水なの。あ、そうなんだ。風邸の岩の間から自然に湧き出てきたものを引いて使ってるんだよ。天然水ってやつか。お米を研いだ後、たっぷり時間をかけてうるかしとくと、とっても美味しいご飯が炊かせるんだ。へえ、美味しそう。北海道行きたいな、本当に。ここかな。え、どこで歌ってんの、マジで。めっちゃ緑に喋りかけたいのに、こんなに緑と喋りたいと思ったことないわ。わあ、いいことしたや。これで今年もサンタさんが来てくれるや。あ、行けたかな。よいしょ。お、サムネにしよう、これ。これサムネにしよう。ちょっと待って、いい感じに並びたいな。それと若字のべの里。これ作業用 BGM にできるんじゃない。よし、ちょっと一回喋りかけてみよっと。こんにちは。何を歌ってるの。古い歌だよ。合唱会の練習なんだ。合唱会。昼間からずっと一人で歌ってんだね。学校でクラス対抗なの。8月31日にあるんだ。え、最終日じゃん。いい声だね。見れるのかな。 ありがとう。照れてんじゃん。
それだけ？でも声はいいけど歌はまだちょっと下手くそ。そんなこと言っちゃうの？怒ってるじゃんほら。あ、無言。でも声はいいけど。やばい、僕くん素直だからね、子供ってやっぱり。いや、うまいけどね、普通に全然うまいと思う。あ、これさ、普通に家の中にいたらどうなるんだろうね。迎えに来るのかな。ご飯高かったよ。お母さんが呼んでくれるんだ。じゃあいただきます。唐揚げかな今夜は。これ美味しそう。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、今日は何もないのかな。ちょっと今日も昨日のおばさんとこ行こうかな。どうしよう。やっぱりもうちょっと経営規模を大きくしないと無理があるな。経営規模どういうこと。おじちゃんにね、もう少し大きくしましょうって言わなきゃなってこと。牧場を大きくするの。大人の牛はあれ以上大きくならないと思うよ。いいボケだ、僕くん。いいぞ、その調子だ。こっちってなんだっけ。玄関か。緑どこにいるんだろう。あ、勉強してる。あ、もうお風呂入ったのかな。パジャマじゃないこれ。みどりちゃん、算数でさ、隣から借りてくるっていうのがよくわかんないんだわ。隣から借りてくる。うちは隣の家が遠いからかな。あーね。すごいすごいすごい。普通に見とれちゃった僕くんの運動神経に。あ、ひなたちゃん今日はどんな下ネタを。あ、パイパイ好きだね、おっぱいね。飲ませてもらいなさいね、お母さんに。ちょっと今日も男で語ろうや。おじちゃんはいつからこっちに住んでるの。もう10年以上になるかな。へえ。10年前にこっちに来たんだ。おじいちゃんが生まれた頃の北海道ってどんな感じだったの。とにかくなんもなかったな。今もあんまり何にもないけどね。バカにしてるわけじゃないですよ。正直なことを言っただけなので。これね、昨日も閉めるの忘れちゃってたからな。今日はもう乗らないでいいよと。11時までだから時間は。あー、でもこれ行ってたら間に合わないな。帰ってこれなくなっちゃうな。めぐみだったっけ、お姉ちゃんのとこ行きたいんだけど。あ、そうだ、夜ってどうなってんだろう。ツバメ大丈夫なのかな。ツバメちゃん、あ、大丈夫。なんか夜とかヘビ来そうで怖いんだけど。一日中大騒ぎしてるんだね。元気だな。ニワトリさん、今日もご苦労様、おやすみなさい。あれなんだ、ドア開けれないんだね。まあちょっと今日は普通におとなしく寝ようかな。そしたら、ラジオ体操も2日、3日ぐらい来てないから、もうそろそろ日記書いて、おやすみしよう、僕くん。今日はここまでだ。よし、絵日記書いて寝よう。ジャポニカ学習うちょー。みどりちゃんが歌の練習をしてたんだ。僕も一緒に歌いたいけど、音痴がバレたら恥ずかしい。いや、僕くんそもそもあの歌知らないんじゃないの。合唱コンクールの歌って全国であれなのかな、共通なのかな。まあいいや、おやすみしよう。はい、ということでめちゃくちゃ平和な一日でしたね。また明日もやっていくんで見てください。ということで、プリッツでした。バイバイ。